どうもエルザです。それではセレステやっていきましょう。まあ持って運ぶということなんで、やっていこうかなと思います。いいぞその調子、いいね、お気楽で。あれちゃちゃ、そう一瞬で投げる方法が知りたい。さあ持って投げて、シャア重いトベラもなんのそんの、あれの対処法知ってるよなと。そうなんだけど、投げ方がまず知りたいんだよね。じゃあ続き、もう一匹勘弁してくれよということで、いや自動で投げるシステムなのか何なのかちょっと分かってないけど、自動で判断してんのかなっていうぐらい。はい、その自動で投げるだったらそれはそれで結構辛いところあるよね。やっぱ先に押すか。うっそー。だね。見る限り。やっぱ自動っぽいね。いやそれは取れたけどさ。いやーマジか、ランダムか、全然当てにならねえぜか。おお、よし。何かしらちょっと待ってね。よし、入れろ、そこに。よし、変動だって。そうなんだけどさマジで投げ方がランダムすぎる。ボールを飛ばすっていう。さあだからもういやー特にこっちはない。いやーだねー。いやーなんだろうな、せめて自分で投げるってできたら全然難しくないんだけど、それはちょっとっていう感じだね。ん？ああ、そっちか。さあさあ、でタイミングよね。だってさ、これ勝手に投げてさ、勝手に投げてるくせにでしょ。いやーマジで投げないんかい。しかも次はあと少しね。いやー投げる感じがやっと分かってきた。とりあえず上手だね。あとちょい。嘘の。しつこいなこいつは。マジで危ない危ない。そういえば一切イチゴを見ないね。衝撃。これ閉じ込められるってことあんのかな。さあなんかいるね。よし。とりあえずぶつけるっていう。いや無事クリア。スマホは外さないんだね。いやー普通に大変だった。まあ今回ここまでしましょうか。あ、やっぱ30個ぐらいあったんだね。175。さあ次は何になるのかな。もう一人の自分とチャプター6はもう一人の自分ってことですね。ということで、今回ちょっと短めですがここまでにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたな。